下校停留した高吉がコースという動きを見せてまいりますが、イントニコースが定番通り、このまま行くとどうやら3コースに下校停留した、その外には服部、バック側離れてきたの、定段の外6コース周りを決めているのは6コース停留大塚優で揃った6名のコース取り、イントニコースすでに整体しております。6日間にわたるタイトル戦、中日スポーツ杯争奪第38回のチャンピオン大会5日目勝負の準優勝戦、1つ目第10レースを迎えています。1号艇には花田和明最内です。昨日は果敢な攻め技も披露しました。1つ目の準優高額を手に人気の中心インコース、すぐ隣2コース、ハンドルワークは確かであります天野明雄。本レーススローの3コースに入って5号艇の吉田孝義、こうなると自動的に4コースでありますが、3号艇の服部、実戦実にパワフルです。高水準をキープしております。引いて本番4コースの角1へ、5コースを引っ張っています4号艇の北野、持ち味のスタート構成度胸があります。前半カードも実に際どい状況ではありましたが、多少のことではひるみません。5コース、大外6コースに構えまして6号艇の大塚優、新入スタイル固まった最初の準優勝戦第10レース、インコースから1番2番5番3番4番6番です。スタートしました。1コース4コース5コース3コース3コース、即座に締めた、行く3号艇張って、そのままグッと締めて強く握っていく、間をズバッと入りませんでした。4号艇外一瞬水しぶき、1号艇の原田2番手、3番手の水が6号艇4号艇2号艇3艇広がる状態からスリッターを差し掛かるところ、一周にマークの旋回スタートは正常です。5艇身先行しております。3号艇の服部達也が先頭、2番手には1号艇の花田、3番手インクラ2号艇の天野、アウトを全速6号艇大塚優ホームスイッチへ変えた、アウトサイドふわっと来てしまった6号艇の大塚、インコース踏ん張って2号艇の天野、3番手の水2号艇6号艇接戦で前提が2周目に入ります。2周1マークの旋回へ閉鎖機がかかって、2号艇の天野アウトを締め込んで6号艇大塚、インから先行する2号艇天野、離れた6号艇の大塚、刺して待ってバックスエッジへ折り返す、アウトコース2号艇天野、インコース6号艇の大塚、接戦がついております。外側から判定し先行中2号艇天野、インコースから閉鎖機を乗せる6号艇の大塚、時計らを競りながら通過2コーラーの旋回です。3番手の末激しい状況でありますが、インから6号艇の大塚先行し、4号艇北野も行った、北野が行くセンター積んで6号艇の大塚、行き場を少々失って2号艇の天野が交代気味、3番手は4艇身先行でありまして6号艇の大塚、上位2艇は大きく抜けております。先頭は独走態勢、先行艇の服部達也、2番手には1号艇花田、3周1マークの旋回から制御のバックスレッジ今クリアです。先行艇の服部先頭、2番手には1号艇花田、3番手6号艇大塚、進んで回ってポジションキープ、3艇並び3番1番6番となっています。最後の時計らを通過、ラストターンマークの旋回態勢に入ります。3号艇の服部が最終マークの旋回からホーム直線へ独走態勢、2番手1号艇の花田、3番手6号艇の大塚とついた第10レースの準優勝戦、まもなくゴール、先頭3番服部五輪、2着1番花田五輪、6番の大塚、2番の天野、4番の北野、5番の吉田五輪です。